ラ伝説モーピです。今月のお尻スポンサーの紹介をします。今回のお尻スポンサーはサムライムーブギアです。これ着てるやつなんですけど、このサムライムーブギア、このサムライムーブギアは昔の武士が使っていた技術を取り入れて作られています。めっちゃすごくね武士たちが持っていた骨格や筋肉の連動を再現することで、普通のトレーニングでは達成できないパフォーマンスレベルを実現できます。私自身このね、上と下で着てるんですけど、これ上と下ね、着てるんですけど、これ実際に1ヶ月間着てみて、スポーツもともと苦手なタイプだったんだけど、ちょっと得意になったような気がしました。はい、まあ、なので今回お尻トレーニングにちょっとね付き合っていただこうかなと思って、私がいつもやっている、ストレッチと筋トレ方法をこのサムライムーブギアを着ながら皆さんと一緒にやりたいと思います。高画質で撮っておりますので、よかったら一緒にやってみてください。まずは筋トレの前にストレッチをします。前屈で足裏を伸ばします。まずは膝裏が曲がらないように、そして膝裏が曲がってもいいので伸ばします。カエル足、右を出して前にお尻が伸びている感覚があれば正解です。左も同様、右と左一つずつ伸ばしていきましょう。そして足を胸元まで抱え上げ伸ばします。お尻が伸びている感覚があれば正解です。開脚、お尻を伸ばす意識をしながら反動をつけつつ少しずつ伸ばしていきます。私はもともと体が硬かったので、毎日柔軟することで徐々に体が開くようになってきました。最後にできるだけ前に倒れます。まだお腹つくことはできないのですが、肘がやっとつくようになりました。できるだけ前に倒してください。そしてお腹を伸ばします。背中を伸ばします。右と左念入りに両方とも伸ばしてください。それではお尻筋トレに入ります。十分に今のように柔軟してからやるようにしてください。硬い筋肉になってしまうので柔軟は大切です。まず100均などで売っているこのオレンジのようなゴム、色は何色でも大丈夫です。負荷をかけながらやります。ももにゴムをかけて垂直に折ります。お尻に効いていれば正解です。足の前側に効いていたら不正解です。後ろ側に効くように意識しながら自分なりにフォームを模索してください。これを10回やります。次にしゃがみます。ももにゴムをかけ真後ろに足を伸ばします。これも右と左左右両方やります。10回ずつです。
次に寝転び、もも下にゴムをかけてお尻を上げながら足をパカパカします。お尻を天井に突き出すイメージです。これも10回やります。次に立ちながら膝下にゴムをかけ足を開きます。次に壁に手をつけ後ろに足を開きます。筋トレの最後はしっかりお尻を伸ばしましょう。これで一連のストレッチと筋トレを終わります。ということで早速サムライムーブギアやってみました。このストレッチやったのが初めて来た時なんですよね。初めて来た時、まあ、最初は正直力が湧いてきたみたいな感じでもなかったんですけど、実際に1ヶ月間使ってみて姿勢が良くなったりとか、結構なんか疲れやすい生活をもぶちゃんはしてるんですけど、サムライムーブギアを身につけてたら結構体が軽くなったりとか柔らかくなったような気がするなと思いました。あとなんか集中力もアップするみたいな効果があるらしくて、検証結果が出てるんですって。ちょっとサイトで見れるのでぜひ皆さんちょっと見てみてください。最近柔道を始めたんですけど、柔道って結構普段使わない筋肉使ったりとか姿勢したりするんですけど、その時に柔道の才能あるよって言われたんですよ。運動神経買い物女なのに体幹が結構鍛えられてるねって言われて、ダンスしててもあんま体幹ない方だなって思ってたので、サムライムーブギアもうおかげなのにでもないかなと思ってます。これ着て運動してたから結構体絞れてきたんだよね。さっき皆さんと一緒にやったストレッチと筋トレの時結構太ってたんだけど、あのね結構絞れた。見えるかな、見えないかな。今くっつもの中に力入れてるんだけど、腹筋が鍛えられてきてるよね、まあ、腹筋以外にも結構筋肉筋肉効果は出てるかなと思います。なんかね、このねサムライムーブギアはですね、運動する人だけじゃなくて生活習慣が悪い人とか集中力を必要とする学生さん、重い荷物を運ぶ配達員にもおすすめだそうです。だから僕これを着ながらさアイドルやりたいのよ。着心地が良すぎて、普通に生活してる時もこれの上にシャツ着たりとかズボン履いたりとかスカート履いたりするんだけど、脱ぎたくないってなるぐらい着心地がいいんですよね。今までこういう運動着系ちょっと肌が乾燥しちゃったりとか結構合わないことがあったんですけど、普通にその服としてめっちゃ合う。汗も吸収するので中に着込むっていうのはいいかなと思いました。普段の生活の負担が少なくなったりとか、運動時にパフォーマンスが向上するので、ぜひちょっと試してみてほしいなと思います。本当におすすめです。そしてこの動画を見てくださった方になんとお得なクーポンがあります。こちらの番号を皆さん入力してください。27006、こちらのクーポンを入力していただくとなんと 5% オフ。そしてもぐちゃんとおそろっちしよう、おそろっちしよう、一緒に運動しよう。こちらを入力していただくと 5% オフになりますので、ぜひ皆さん入力して買ってくれたら嬉しいです。最近もぐちゃんが美味しいものを食べすぎてね、オタクがどんどん丸々とね太っていってるんですよ。オタクって推しに似るって言うじゃないですか。だからおぶは今月から柔道始めたりとか、あの筋トレ始めたりしたのね。一緒にさムキムキになろうよ、一緒に鍛えようよ。このサムライムーブギアを着て、この服を皆さん買っていただいて、私と一緒にお揃っちしてジムに行ったりとか日常生活を過ごしていただいて、少しチートを皆さん着て
これからも一緒に生活していきましょう。ということで、今月のおしりスポンサーはサムライアートギアさんでした。ぜひ皆さん概要欄チェックしてみてください。